この1年は初音ちゃんも寂しかったでしょうし。そこまでではないや。さて、そろそろご飯の用意をしようかな。お腹は空いてる？じゃあちょっと多めに作るわね。8時半？そうね、確か。いいの？そうね、でもシンジ君が一緒してくれるならその方がいいわよ。ね。うん。ありがとう、兄さん。それじゃ、明日はまたいつもの時間に起こすからね。バイバイ。おやすみ。やっぱり優しいわね、シンジ君は。家で一緒に暮らせないの？ちょっとね、いろいろあって。パパが反対しているとか？いえ、それはないんだけど。面倒？毎日移動するのは。面倒ということはないけど、ただなんか不自然な気がするし。シンジは宿題は終わった？へえ、真面目。あたしなんか今から最後の追い込みよ。わかってるわよ。あ、ちゃんと自分でやるから。手伝ってなんて言わないんだからね。まあ、あれだけ走っていればね。私は一応日焼け止めを塗っておいたけど。なんでって言われても。日焼けしたくないからだけど。シンジは別にいいんじゃない？なんでと言われてもね。初音ちゃん？そうだったんだ。乗り気じゃないのか。
つねちゃん、運動とか体育が嫌いなんだっけ？現状ちょっとサイズが合わないが、まあ大丈夫だろう。どうだい、これやるからこれからは一緒に走らないか？みたい。お腹の肉をつまんで運動不足なんて嘆いてる。最近本当に妙に忙しいみたいなんだよね。休みの日も二人してどっか消えてるし。ん？いや別に、私は自転車に乗っていれば楽しいもの。じゃあそろそろ宿題しないといけないし。お、始業式ってちょっと遅めだったよね、確か。入学式？ああ、そっか。明日からは初音ちゃんも。ふん、やっぱりシンジって優しいんだね。それじゃあおやすみ。おはよう。うんうん、いいの。私、兄さんを起こすの好きだし。おはよう。いただきます。え、晴れの日だから。いいえ、そういうことじゃないのよ。恥ずかしいからですって。学生服に袖を通すのも生まれて初めてのことだから。去年はなんていうか眩しく見えたんだよね、兄さんとまどかさんの制服姿。大人っていう感じがしたの。そう思ったら、あと1年が早く過ぎてくれないかななんて思っちゃって。1年後、自分が同じ服を着ているのがなんだか信じられないような気もしたんだよね。でも待ち遠しかったんでしょ。さ、早く食べて早く着替えちゃいなさいな。
シンジ君、感想でも言ってあげて。恥ずかしがることもないわよ。ほんと、よく似合ってるんだから。うん。これで初音ちゃんもちょっとお姉さんになったわね。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。まどかちゃんも付き合ってくれるの？ありがとね。おお、似合うじゃない初音ちゃん、かわいい。今日は初めての登校です。前もこうして3人で同じ学校に登校していましたけど、それも1年ぶりということになります。兄さんとまどかさんと同じ学校に通えることになって本当に嬉しい。それに入学式に兄さんが付き合ってくれたことも、やっぱり兄さんは優しいと思います。今日からまた3人での登校が始まるわね。実はこの1年はちょっと心配だったのよ。昔は集団登校なんていうのもあったんだけどね。心配って？別に何がということはないけど、一人もどうかと思うかな。ママったら本当に心配そう。まあ桜の森も治安がいいし、めったなことは起こらないとは思うけど、とにかくお兄ちゃんとまどかちゃんが一緒なら私も安心よ。はい、大船に乗ったつもりでいてくださいなんて。初音ちゃんもわからないこととかあったら何でも聞いてね。うん、ありがとう。入学式は体育館だよね。じゃあここで一旦バイバイかな。うん、それじゃ。兄さんバイバイ。同じクラスじゃない。ねえ、ほんと。桜ヶ丘学園に上がった時はさすがに別々になるような気がしたのよ。だってクラスもずっと多くなるわけじゃない。なのに1年2年と同じクラスになったんだから、ほんと驚いちゃうわね。そうね、することもないし。何も？ああ、いや、別に気配りで言ったわけじゃないわよ。ちょっとニュアンスが違うというか、女子って相手のことについてすぐに言うものなんだよ。普段とちょっと髪型を変えていたりとか、初めて見るバッグを持っているとか、そういうのに対してすぐに反応するしコメントもするの。ま、コミュニケーションみたいなものかな。まあ男子はそういうものなんでしょうね。なんとなくだけど。ん？違うの？
まだ誰もいない。席はどこになるのかな。よう、また同じクラスだな。春休みの間何してた？おお、お前好きだもんな、あれ。一人で？俺も呼んでくれよ。いや、ママチャリで。誰と？吹き紙の他にロード好きのやつなんかいたっけ？誰だっけ？吉沢さん？明智さんがどうかしたのか？あれ？お前らもしかして付き合ってるの？なんだ？でも幼馴染か。それでも羨ましいな。いや、美人じゃん、明智さんって。あってなんだよ、美人だろ。考えるな、感じろよ。おい、無反応だと寂しいだろ。な、お前もしかしてアニメのキャラとか好きなタイプ？じゃあゲーム？萌えゲーとかさ。違うのか。だから反応が悪いのかと思ったんだけどな。本当に知ってるのか？いや、そのことじゃなくて。ゲーセンでも行こうぜ。なんだよ、いやか。あのさ、吹き紙初音って子、もしかしてお前の身内？おお、そうなんだ。じゃあ今度紹介してくれよ。いやー、すげえ可愛いらしいからさ。だって気になるし。なんだよ、お前に可愛い妹がいたなんてな。言ってくれよ。な、今度紹介してくれよ。おお、お前言うことがご立派だな。
また明日な。一緒のクラスになったの、二人してすごい喜んじゃった。よかったわね。子でもいるの？そうそう、先生に怒られたらよくないもんね。あ、なんかついてる？なんだ、何もついてないじゃない。少年よ、何かお悩みでも？駅前にいる手相を見る人とかさ。でも違うの？あ、言ったわね。じゃ聞いてやんない。の新人ちょっと変。顔は知らないけど、なんだっけ、ブー太郎みたいな人だっけ。へえ、よかったじゃない。授業が始まるわね。けどまあ勉強なんかはほどほどでもいいんだけどね。